光コンピューティングの記事では、現在一般的な電子光学によるコンピュータではなく、可視光線あるいはその他の光線を利用し、光学的な処理による、あるいは光線の格子的な性質を使ったコンピューティングについて説明する。これを用いたコンピュータが光コンピュータである。電流はコンピュータシステム内に熱を生じさせてしまう。処理速度が向上すると要求される。 電力量が増えてしまい、この余分な熱がハードウェアに決定的なダメージを与えてしまう。しかしながら、講師は実質上、電子と比べてある、与えられたサイズに対して量が少なくて済む。このようにして、よりパワフルな処理システムの開発が可能となる。デバイスと部品サイズにおいて、目に見える光と赤外線のネットワークにおける、 いくつかの長所を応用することによって、コンピュータは既存の電子コンピュータと比べて圧倒的な速さで処理を行うことができるようになるものが、いつか開発されるものと思われる。金属導体ではなく、コヒーレントな光線は、お互いに干渉することなく通過する。電子は、お互いに反発するが、一方で、光子はそうはならない。このことにより、導線を伝ってきた信号は、 速度が急速に落ちる。光ファイバーケーブルにはこの問題は発生しない。いくつかのレーザー光線は基本的に二次元に閉じ込められた時でさえ、それらの間で少しや全く干渉のない、そのような経路が交差する方法によって伝えられる。電流はお互いに導かれなければならないし、これが三次元の結線を必要なものにしている。このように光コンピュータは、 電子コンピュータと比べて圧倒的に速いのに加えてより小さくもできると思われる。多くの研究プロジェクトはバイナリデータを処理する光、デジタルコンピュータシステムにおける結果をもとに現在のコンピュータの部品を光の同等のものに置き換えることに焦点を当てている。このアプローチは商業高コンピューティングの最も良い短期的な見通しを提供するように見える。それは 工部品は光、電子のハイブリッドを生み出す。これまでのコンピュータに集積することができるからである。しかしながら、光電子デバイスは、電子を、光子や、その他に変換するエネルギーの30%を、失ってしまう。これはまた、メッセージの転送を遅くしてしまうことになる。全高コンピュータは、スイッチングの必要を排除する。光コンピューティングの原理を使うアプリケーション特有の、 デバイスが設計される。例えば、光相関機などである。このデバイスは、物を検出し、後を追跡するなどの応用に使用することができる。現代の電子コンピュータの基本的な構成要素は、トランジスタである。電子部品を、光部品に置き換えるためには、光トランジスタが必要となる。これは、非線形屈折率を持つ材料を使うことによって達成されている。 特に材料は入射してくる光の強度が転送される光の強度に影響を与える材質において電子トランジスタの電圧応答と同じような方法で存在する。その光トランジスタはコンピュータの CPU のハイレベルの部品の中に順に集積されるコーロンリゲートを作るために使用される。これらは他を制御することにおいて光のビームを操作するために使われる。 非線形結晶である光ベースのコンピューティングのための光、インターコネクションにおける大きな進展があった。現在ではインテルによってインターコネクションはテスト段階であり拡張されている。研究者の中に光コンピュータの将来の能力に関して進行中の意見の隔たりがある。光コンピュータが半導体ベースの電子コンピュータとスピードや消費電力、 コスト、ホームファクターに関して競争することができるかどうかである。光コンピュータには競争力があるという見解の反対者は実世界の論理システムは論理レベルでの修復、カスケード接続性、論理出力数、入出力の分離性が要求されており、これらのすべては現実に低コスト、低消費電力、そしてハイスピードの電子トランジスタで提供されていると、 主張する少しだけの特定分野への応用を超えて光ロジックが競争力を持つには非線傾向デバイス技術における大きなブレークスルーが要求されもしかするとコンピューティングそれ自身にパラダイムシフトが必要であると思われる光の要求される利益は消費電力を削減することができることであるしかし光通信システムは 典型的に短い距離で電子のものよりもより多くの電力を消費する。これは光通信経路のショット雑音の方が電子通信経路の熱雑音よりも大きいことが情報理論から同じデータの能力を達成するのにより大きな電力を必要とすることがわかっているからである。しかしながらより長い距離やより大きなデータ転送レートでは電気の配線によるロスは 十分に大きく光通信は電子と比べて低消費電力である。通信のデータ転送レートは上昇するにつれてこの距離は長くなりコンピューティングシステムにおける光の使用の可能性は実質的になってくる。光コンピューティングにおける意味のある挑戦は複数の信号が回答を計算するために相互に作用する非線形処理である。 電磁波である光は物質中の電子の存在下において別の電磁波とだけ作用を及ぼしこの作用の強さはこれまでのコンピュータにおける電子信号と比べて十分に弱い光コンピュータのための処理要素におけるこの結果はトランジスタを使っているこれまでの電子コンピュータよりも大きな電力を必要とすることを意味するこれまでにコンピュータ処理における電子は 優れたものであった。しかし、4 0ヘルツよりも速いスピードでは、光だけがうまく処理をすることができる。リアライゼーションオブ o フォーターニックコントロールドノットゲートフォーユーズインクアンタムコンピューティングロンディゲートにおける光ロジックは、光子の使用によって実現されている。二つまたはそれ以上の信号が結合されるとき、非線形の光効果の使用がスイッチングに置いて得られる。 光ロジックにおいては、共振器が特に役に立つ。なぜなら、それらは、建設的干渉から、エネルギーのビルドアップが許されるからである。このように光の非線形効果は高められる。最近研究されている他のアプローチとしては、光規制の科学を利用した分子レベルでの、光ロジックなどが含まれている。オプチカルインプラミテーションオブバウンディドノン、ディターミニスティック、 チューリングマシン、パテントバイシュロミードーレブユバルニアファイルドメイ2003インイスラエル、メイ 2004USAA、ソルビングハミルトニアンアザー NP、コンプリートプロブレムズ。ありがとうございます。